皆さんこんにちは、太郎です。本日は2月27日火曜日です。はい、ということでね、本日は問題の田んぼに来ておりまして、はい、ユンボを借りてきました。で、何をしているかと言いますと、そうですね、あのデカ穴ですね。デカ穴を、はい、処理するために今、はい、ユンボ借りてきて、そして畳ね、お家は畳で、あの祖父流のね、はい、祖父です。あのやり方があるみたいで、畳、今畳を入れるための穴を掘りました。で、穴を掘ってかなりカチンカチンにユンボで押さえたところです。で、今からどうすると、これ入れると足らんが、泥が、あ、泥が足らん、寄せるしかないよね。この畳をこのままここに置いて、その上から泥を入れるってこと。あ、畳を最初に入れるっちゃ。で、その後泥を寄せて泥を固めると。あ、まあ確かにこれ以上は沈まんかしたら、なるほど、ということみたいで、畳を入れる今から。いや、まだまだ、深さを決めねえかんということで、はい、深さを決めたり、いろいろするみたいなのでやってまいります。はい、ということで、ちょっと穴がね、あちら方向に広かったので、目印をね、ちょっと、はい、こちら側に動かしました。なので、はい、ちょっとまた頑張って掘っていこうと思います。すごいね、不慣れなんですよね。もう釣りそうでした、感覚的にね。感覚的にまだできません。よし、いいかな。どうだったっけ、こうですよね、こう、ロック解除。一度、そうだね、一度ちょっとしっかり正面に入ろう。こう、こう、こうやって真正面に入ろう。そうだそうだ、はい、真正面に入りの、よし、ああ、こっちが回転、前に出る。もうね、マジで、違う、こう、あ、違う、こっちで下ろす、はい、下ろすと、で、左斜め下に引っ張ると、今ね、バケットが掘ってるところの下も、はい、空洞になっております。で、上げての、上げて泥は、はい、ここに返すよと。おー、あーいしょ、はい、すみません、本当にね、難しい、あの頭がこんがらかりそうです。よいしょ、はい、で、左斜め下、全然掘れなかった。手前側を掘れとの指示が来ましたので、手前側を掘ると。手前側はそんなに掘る必要ないんじゃないかな。はい、で、ここも削る。あー、難しいよ。食えませんが、まあ、大体ライン通りには、はい、削れてきたかな。救えてはいませんが、もうちょっとバケット立てなきゃ。あ、あ、一度救ったのを救っただけでした。あ、違う、上げて一回泥を落としたい。こっちか、このぐらい、まだこっちのを出す。あ、はいはいはい、手前のを押し込めとのことです。はい、よいしょっと、それ OK、 それ OK、それ
オッケー、いいんじゃないですか。オッケー。ここの山を、はい、ここの山のを取って、はい、ちょっと右側に移せとのことですね。もうよし。お、できたできた。オッケー。固める、はいはい、次は固める、よし、よいしょ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 。いや、これだったらかなりね、鎮圧効きそうですね。押さえつけるともうね、ユンボの前の方向が浮きますもんね。おいと。手前側も同じように、よいしょ、よいしょ、バック、よいしょ、はい、ということで降りました。ああ、いい感じになりましたね。ここにできてた空洞もなくなりました。いい感じですね、はい、しっかりしっかりいいですね。妻もしっかり祖父の指示に従ってストップを打っております。はい、私が下手くそだったのでこういうキワキワは上手にできません。まあでも重機は早いですね、本当ね。コンマ1ってやつですらしいですね。ちゃんとね、一応車両系のね、資格は持ってるんですよ、私ね。車両系の資格は持ってるんですけれども、ユンボに乗るのは資格取得、いや1回乗ったか、でも土を掘るのは資格取得の時以来と、はい、2年ぶりぐらいでしょうか。人生で2度目のユンボで掘る作業です、はい、ということで、あ、ここをまっすぐするみたいですね。よしよし、次の作業を待ちましょう。はい、続いてはあそこの泥が少ないので泥を持ってこいと、いうことで、これか、はい、ハイド板を整地板下ろして、はい、まっすぐ進みましょう。あんまりね、あんまり取りすぎてもいけないですしね、怖いですね。ちょっと軽く表面をさらうぐらいの気持ちで、さらえてない、さらえてないよ。ちなみにここね、合筆殿でありまして、あの穴がほげてる方、あちらの方が実は高いんですよね。この土手際の方が高い部分を、お、我ながら上手にさらえてる。ちょっと待って、はい、よいしょ、よし、ゴーシュート、ゴーシュート、よし、もう一回、もう一回、もういいじゃん。はい、父も参上しましたね。気になったんでしょうか。いらないとは言いましたが、あれ踏み固めることを考えるともう一回いるでしょうね、あれは。あ、そっか、あの上に畳を乗せたいのかな。とりあえずもう一回持ってくれる準備をしておきましょう。畳を乗せるのかな。いらない。あ、はい、まあ今とりあえずね、一度この泥を入れて、その後にあれでしょうね、畳を入れたいんでしょうね一回。ただまあ近くまで持っていっておきましょうということになりました。はい、よし、ちょっと
ケットでじいちゃんを当てないように、はい、気をつけながら、よし、はい、入った。ここを鳴らすと今から、はい、というまた無茶を言われまして、今斜めを向いてるからこうか。お父さん車が来たよ。よいしょ、こうしてこうしてこうして、視線が、皆様からの熱視線が怖いですね。よいしょ、ちょっとギャラリーが増えてきたので、一度撮影をやめたいですね。出すと、はい、みんなね、やりたいことがそれぞれあるようですね。難しい、ここのを出したいみたい。あー、こうしてこう、こうして、待って、よいしょ、よいしょ、こう、こう、あ、掘りすぎた。あー、こう、オッケー。ということで手直しをしていきます。はい、ということでついに畳が、もう畳が入った、畳が入りましたね。よいしょ、いい、いいね、いいですね。よし、私は待機しとこ。寒い、今日ね、超寒いですよ。1度、最高13度だったかな。天気は快晴、風はすごく冷たい、うん、微調整ですね、微調整がありますね。はい、頑張れ。あー、これコンマ1というのかな、サイズかな。久々ね、この外にいますけれども、寒いです本当。よし、はい、削って削って削って、入るかな。こうね、田んぼに4本入れてるとちょっとね、人からの視線も気になりますが、そして私が下手くそなんでね、うん、もうちょっと上手ければね、あの業者さんたちって本当すごいですね。なのでね、あの重機を扱う、そのガチャガチャガチャってね、こうってね、やっぱね、
かな。糸？したらそれを押し込めばいい？はい。だそうです。だそうです。ということで私はとりあえずあぜを塗ったあぜを崩さないように、はい、回り込んで。畳が入りましたよ。畳が入ったところに、よし、ちょっとずらしとこうかな。これね、ユンボね、この前の私が今左手で持ってる棒で動かしますけど、このなんだろう、アームが向いてる方向に走るわけじゃないんですよね。基本的にこの、いい、完璧じゃない？めっちゃ良くない？うえ、めっちゃ良くない？あ、そんなない？もう一回、はい、まあまあだそうです。評価はまあまあ、評価はまあまあ、よし、はいはい、奥からとの指示が出ました。どうしようかな。この辺りはまたね、流出するといけないのでね、ちょっと違う角度から行きましょうかね。あー寒い、あー寒い。東風なんだけどな、風はめちゃくちゃ寒いです。よし、この辺りから行こうかな。ウィーンガシャッ、ウィーンガシャッ。まあこう少々の高低差は白掛けでどうにかなるでしょう。かなりねユンボで固めたので、はまることもないと思うんですよね。よいしょ、いい土の量だ、いい量だ。よっしゃ、いいですね。はいはい、鳴らしてトントンするということでしたので、穴が消えた。よかった。よいしょ。トントン。おお、いいね。はいはい。もう一回、土？はいはい。もう一回土が欲しかったようですので持ってきましょう。あー、よかったです。でも穴がなくなりました。ここにあった大穴が、すごいなユンボって早いな。いやユンボね、扱い下手だから
もうスコップでした方が早いんじゃねえとか思ってたんですけれども、あのね、スコップとこのバケットの大きさの違いを見てね、もう下手くそでも4本使った方がいいわとね思いましたね。全然ユンボ慣れない私ですけれども、まあまあまあ、なんだろう、鼻を塞ぐことにはね成功しましたので、はい、あと1回だけ持っていきましょうかね。業者さん頼まないといけないかなと思ってましたが、はい、結局自分でやりましたので、ユンボのレンタル代だけで済みましたね。よいしょ、あーよいしょ、よいしょ。いやでも力強いわ。よいしょ、こっちか。よし、ちょっとね、また操作が慣れてきた頃に、はい、作業が終了ということでね、次いつ使うかは分かりませんが、はい、また次ユンボ触るときは初心者と。どうでしょうか。はい、OK が出ました。 OK が出ましたので、ここで作業を終了しようと思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画良かったよと思った方も、うーんと思った方もですね、いずれにせよコメントと高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼いたします。